どうも、マキロンです。今回なんですけども、今回ね、早くも5月も下旬ということで、日本一の魚市場にやってきました。そして今回もね、結構たくさんの船が出てくれたそうなので、今回もかなりたくさんの魚が期待できるかと思います。なのでね、今回も僕と一緒に最高にワクワクする市場を共有できたら嬉しいです。そして僕の動画では、毎週魚市場の最新情報を日本一わかりやすく配信してますので、全国のいろんな市場の最新情報をいち早く知りたいよって方いましたら、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それでは今回も一番早速行きましょう。大将、これいい先っすね。やばいな、これ右特に。いやちょっとまあまあでもだいぶ良くなりましたけどね。安いですね、これ珍しい魚なのに。姿作りにぴったり。じゃあ下のください。あー、出す。ありがたいよね、ハモをさばいてくれるのは。いや、今週はどうしようかなとか言って。
こっからこっちで愛知県から上には行かへんだね。まあどうな、市場がね、なかなかいいところがないんで、今調査中ですけど。おはようございます。ちょっと声があれだけど、ちょっと喉いかれとってまだ。いやいや、そんなことないですけど、やっぱそんなことないですよ。ねえ、大きいですね。確かに確かに、池のカワハギめっちゃぷっくりしてる。このメイタがちっちゃいけどめっちゃ超えてますね、これ。ねえ、開口がやばい、これ。アオリ最近多いですもんね、アオリイカもね。出てきたと思ったらすぐいっぱい出てきて、またオランキーなるとすぐオランキーなっあー、おはようございます。朝一から。今日本見る久しぶりに見たんですよ。ねえ、本当だね。ねえ、なかなか値段も多いんだけど。上げてないし、市場に来れなかったんでめちゃめちゃ長く感じて、そうお姉さんにも会えんしと思って。めちゃめちゃ良くないこれ、ドーマーハギねえ2尾入ってるね。待ってて、天ぷらめちゃめちゃ良かった。
800円、煮付けとも刺身でちょうど来たし、もう縞模様がなくなって、うん、あーやっしゃい、完全なる石だ。下敷きになって見えないけど、ただいま。ということで今回は爆風が吹く中、たくさんの方お声掛けをお願いします。そして今回は船が出てた割にはちょっと少ないような感じがしたんですが、その中でもこの時期めちゃめちゃ美味しくなるアジが大量に販売しました。そして今回は結構いい方のスズキも販売してたんですが、夏に買おうとすると結構値段がするので、スズキを食べたい方は今が結構安くてチャンスです。なのでぜひ皆さんも市場でスズキを見かけた際は夏の先取りで食べてみてはいかがでしょうか。そして今回僕が購入してきたお魚が浴衣ハタを購入してきました。いや、このお魚はね、僕自身初めてさばくんですが、見た目がめちゃめちゃ鮮やかなので、今回は贅沢に姿作りで食べてみたいと思います。そして今回はね、最近出始めたバイ貝がめちゃめちゃ安く販売してたので、勢い余って2盛りも購入してきました。いや、やっぱりバイ貝を見てしまうとどうしても煮付けが食べたくなってしまいますので、ぜひ皆さんも市場でバイ貝を見かけた際は豪快に2盛りぐらい買ってみてはいかがでしょうか。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれてほんとにありがとうございます。これからも僕の動画では毎週魚市場の最新情報を日本一わかりやすく配信してきますので、市場の最新情報をいち早く知りたいよって方いましたら、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。